キャナルストリート駅は、ニューヨーク市地下鉄、IRT ブロードウェイマイナス7番外線の駅で、ある。ロワー,ーマンハッタンのキャナルストリートとバリックストリートの、交差点に1市1系統が、終日、2系統が、深夜のみ停車する。モザイクを用いた、駅名標モザイクで書かれた、西洋羽ね礼拝道この駅は、トライベッカと双方の境界線にあたる同盟の通りの下にあり、 三つのポケットパークに囲まれている。また、駅のすぐ近くには、ホランドトンネルの入り口がある。駅の周辺の建築物にはロフトが多いのも特徴である。駅は、IRT ブロードウェイ -7 番外線の34丁目、ペンステーション駅から、サウスフェリーループス駅への延伸とともに1918年7月1日に開業した。 1992年には、ニューヨークシティトランジットオーソリティの社内スタッフにより、改装されている。駅は、相対式ホーム2面と観光線2線、急行線2線を備えており2面4線の構造である。線路は、西から東へ、順に1から4の番号が付けられている。中央の2番線と3番線は、急行の通過用で、あり、ホームには面していない。 改札口は各ホーム中央にあるが、ホーム間連絡通路は共用されていないため、ホーム別改札となる。北東の出口は浸水対策がなされている。出口の階段。ありがとうございます。